ですかね。ちょっと喋ってるけど、こういうのは使うかな。まあとりあえず撮影だけはしますと。はい、前方右手に見えてまいりました、尼崎のキューズモールですね。左手が JR 尼崎駅、右手にございますのがキューズモールですね、尼崎。はい、今日は駐車場どこやったっけ。ここか、ここやな。今日ちょっと野暮用で、はい、入ります。キューズモールの、駐車場、2輪の駐車場は地下にございます。どこやったっけ。書いてるね、バイクって書いてあるな。バイク書いてます。バイク、バイク、右折。はい、はい、どこかな、どこだっけ。バイク置き場直進って書いてある。直進できないんですけど。バイク、バイク、バイク、左折、左折。またありましたね、バイク置き場。どこがいいかな。もうちょっと先行こうか。ここがいいか。ここでいいや。キューズモール、こいつかけてないな、スクーター。番号控えとこ。 OK。 じゃあちょっとね、のっぴきならない用事で行きます。とりあえず買ってきました。こういうもんでね。はい、じゃあ帰りましょう。某ネズミの国のキャラクターなので、あまりカメラに映せないのでこの辺で。じゃあ帰りましょうか。ご利用ありがとうございました。はい、外しました。取れた、取れた、取れた。傷がつかないようにね。出口どこやろう。あっちか。今回もハーバリウムかなと思ったんですが、ちょっとハーバリウムでいいやつがなかったんで、はい、ちょっと別のとこに移動しようかなと思ったところに、ちょっといい感じの、あれ何やろ、ドライフラワーか、プリザーブドフラワーか、ドライフラワーかな。乾いた感じのやつなので、はい、それにしました。まあこんなのはどうでもいいことなんですけどね、見てる人にとった。じゃあ出口はあっちかな。
ですけど、やっと出れました。そういうわけで、キズモール尼崎から出ましたと。はい、じゃあどうしようかな、どうやって帰ろうかな。ここは U ターンできないよね。左行きましょう。はい、そういうわけで、キューズモール尼崎の二輪駐車場の出入りをしました。はい、こんなもんかな。はい、ではまた、次の動画でお会いしましょう。さようなら。